シュラマル。こんにちは。LINE では初めまして。アサミさんの LINE で合ってる？合ってるわよ。こちらこそ。LINE では初めましてね、スミレさん。聞いたところによると、こっちに越してきてから数週間経ったそうだけど、この街には慣れた？ええ、まあ、それなりに。何か困ったことがあったら、何でも言ってね。私ができることであれば、どんなことでも力になるわ。そう、それはどうも。どうかした？なんだか様子が変だけど、もしかして慣れ慣れしかったかしら。そういうわけではないけど、あなたみたいな人が彼を縛ってるんだなって思って、その善意の押し付けみたいな、すごくやりづらいわ。あらあら、何か気に入らなかったのね。ところで、その私が縛ってる彼って何？わからないの？彼は彼よ。まだ私は名前も知らないけど、あなたの旦那の彼よ。ん？私の旦那？私が縛ってるってどういうこと？あなたがいるから、彼が私と一緒になれないって言ってるのよ。びっくりした。うちの旦那とスミレさんが一緒になれないってどういうことかしら。旦那のことが好きなの？好きとかいうそんな薄っぺらいものじゃないわ。愛してるの。まだ話したこともないけど、愛し合ってるの。だから別れなさいよ。離婚よ、離婚。ほらほら、何熱くなってるの？話したこともないのに愛し合ってるって、何をどうしたらそう思ったのかしら。言葉なんかいらないわ。私たちのこの純粋な気持ちは、野暮なやりとりなしでも成立するの。私がそう感じるの。なるほど、思い込みね。違う、人の話聞いてた？もちろん聞いてたわよ、しっかりとね。じゃあどうして？私たちは視線を厚く絡ませて、少しのはにかみで愛情表現をし合った仲なのに。つまり、目があって笑顔で会釈したってことね。だから、いい。私はこの地域のボスママに一目置かれてるのよ。あさみさんなんか、ボスママに言えばケチョンケチョンなんだから、きっとこの町にいられなくなるに違いないわ。ボスママ？どうして一目置かれてると思ったの？ボスママの側近って名乗るママ友から、連絡先を聞かれたの。ははー、側近に聞かれたってことは、きっと私の話がボスママに伝わってるに違いないわ。そしてボスママは私に一目置くようになったのよ。ふむふむ、そういうことね。つまり全部思い込みっと。だからどうしてそうなるの？だって事実と違うからね。もういいわ、とにかく早く別れてよね。アサミとユキコのライン。いでよ、側近ユキコ。はっ、お呼びでしょうか、ボスママのアサミ様。って乗ったはいいものの、これ何の乗りよう。ツッコミありがとう。ちょっと恥ずかしかったわ。私ボスママって呼ばれるの柄じゃないから余計。私も慣れないことするもんじゃないわね。ところで何か用でもあった？そうそう、ちょっと気になることがあってね。ふむふむ、なに？新しく最近越してきた新ママのユキコさんのことでちょっとね。なんか私の旦那と両思いだから別れろと言ってきたのよ。え？アサミの旦那ってあの旦那さんよね？なーにその言い方、旦那は一人しかいないわよ。あー、そうだった。でもありえないでしょ、あの旦那さんだもの。もちろん私もありえないと思ってるわ。だって毎日できるだけ急いで帰ってきてるのに、まるで長く家を離れてたかのように子供と私にハグしまくるんだから。朝だってまるで根性の別れみたいなのよ。あれが浮気なんて。ねえ、うーわー、どさくさに紛れてのろけいただきました。私ランチまだだったのにもうお腹いっぱいよ。でも周りから見てみても旦那さんはあさみにぞっこんだから、どっからどう見ても浮気なんてないわね。そうよね、だから私もないって言ったのよ。そしたら結構勘違いしてるみたいで、彼女思い込みが激しいタイプっぽいんだよね。そうなの？思い当たることはない？私離婚しないとボスママに何とかしてもらうみたいに言われたんだけど、側近と LINE 交換したからきっと一目置かれてるとも言ってたわね。え？ボスママ本人に？それはちょっと面白いわ。ほらほら、どうせユキコがなんか変な冗談言ったんでしょう。確かに、私ってばボスママの最側近なのよって冗談言って場を和ませようとしたわね。でもそんなの真に受けると思わなかったわ。まあそうでしょうね。でも
ちょっと聞いた話が。関係あるかわかんないんだけど、どうも前の土地でトラブって、離婚の末にこっちまで越してきたそうなんだよね。なるほど。よければユキコの顔の広さとコミュニケーション能力を生かして、彼女の前の年でのことを探ってみてくれない？オッケー、お安いご用よ。なんたって私ボスママの側近ですから。ほら、そういうこと言うから勘違いしちゃう人が出るんでしょ。はい。数日後。早く離婚しなさいよ。私と彼はもう心と心で結ばれているのよ。すみれさん、こんにちは。そうなのね。ところでまだ話したこともないのよね。いくらなんでも旦那本人からの説明もなしで離婚するわけにはいかないわよ。だから浅見さんから切り出してって言ってるの。あらら、それは無理な相談ね。だって私、旦那を手放すつもりなんてないもの。何よ何よ、そんなこと言うんだったらもう浅見さんのことボスママに言ってやるんだから。じゃあね。あら、ま。数日後。浅見、今大丈夫かな。この間頼まれた件、おおむね調べがついたわよ。ありがとう、聞かせてくれる？もちろん。どうにも今回と同じようなことを前の年でもやってたみたい。同じようなこと？さ、好みの男性を見つけては自分に気があると思い込んで、奥様に離婚しろと言い寄ったんだとか。あらら。前の年ではもっと悪かったそうで、さらにヒートアップしてストーカー騒動にまで発展したみたい。しかもその時の彼女は既婚者よ。彼女を見放した元旦那さんが離婚を突きつけて、慰謝料少額だけどもぎ取っていったらしいわ。なるほど、思い込んで突っ走っちゃうタイプなのね。その熱量を違うところに向けられたらいいのだけど。そうね、どうにも自分が悪いんじゃなくて環境が悪いと思い込んでるみたい。環境が？なんていうか、自分が変わるつもりはなくて、周りを変えれば自分の思い通りに行くはずみたいな。再婚相手もそれで見つけようと思ってるみたいね。なるほど、思い込みって厄介ね。そういえばスミレさんがボスママに言ってやるんだからって息巻いてたけど、そっちに連絡は来た？ああ、そういえばボスママに繋いでくれって来てたよ。でもなんとか理由つけて適当に引き伸ばしてるわ。わかった、そしたら彼女に伝えてもらえる？今からボスママが連絡してくるから待機してるようにって。いいの？だって放っておいたらストーカーになるかもしれないんでしょ。旦那が大事だし、たとえ旦那が大丈夫でも次は違う人がターゲットになるかもしれないわ。それなら私が一肌脱いであげるわよ。そういうところが頼りになるボスママなのよ。やめてよ、本当に柄じゃないの。私の正義感はただのエゴ。放っておいて他の人に迷惑がかかったら自分のせいのように思っちゃうじゃない。それが嫌なのよ。それにスミレさんに手を差し伸べられる人はもしかしたら私で最後かもしれないじゃない。またまた、人はそれを善人というのよ。そんな高尚なものじゃないわ。よし、一丁やってやりますか。アサミとスミレの LINE。 スミレさん、こんにちは。アサミさんが何の用か知らないけど、今からボスママが連絡してきてくれるって言ってたの。邪魔しないでくれない？それは知ってるわよ。え、どういうこと？もしかしてボスママに言いつけるのをやめてほしいから私の気を引こうとしてるのね。そうはさせないわよ。いやいや、そんなつもりはないわよ。でもスミレさんはボスママに一体何を期待してるの？権力を持つ独裁者とかではないわよ。何それ、何が言いたいわけ？あなたがボスママの何を知ってるっていうのよ。だからね、ボスママは権力なんてないの。ただみんなが慕ってくれてるから、ちょっとふざけてそう呼ばれてるだけなの。それに何かをどうこうできる力があったとしても、誰かを従わせたり脅したりはしないわ。な、何よ、知ったふうな口聞いて。それはあなたの思ってることでしょ。実際ボスママがどういう人なのかは自分で確かめるわ。一般ピーポーの余計なお世話なんか必要ないから。一般ピーポーって随分古めの言い回しね。っていうか、私がそのボスママよ。古いって言うな。で、え、何？なんて？だから私がさっきユキコに頼んであなたに待機するように伝えたボスママだって言ってるの。え、本当に？そうよ。そうやって騙そうとしてるんじゃ。
だいたいボスママっていうのはね、誰かが勝手に呼び始めただけで、私は自分がそうだとは思ってないわ。だから私には何の力もないし、スミレさんの思い通りになるように旦那を譲ってあげることもできないわ。そんな、じゃあ彼は。どうやっても手に入らないわね。だって旦那に聞いてみたけど、あなたのこと覚えてもいないって言ってたもの。スミレさんは自分の思ったことをこれだって思い込んで突っ走っちゃうところがあるのね。だって私が間違ってるわけないもの。だから彼のことだって。残念だけど事実は変わらないわ。でもかといって別に私が迷惑かけてるわけじゃないでしょ。だって悪いのは周りだもの。環境が悪いのよ。そうやってまた引っ越すつもり？でも慰謝料取られたのよね。どうやって引っ越すのかしら。どうしてそのこと。いい？スミレさんは正直周りにとんでもない迷惑かけてるわ。嘘ばっかり言わないで。嘘じゃないわ。このままじゃスミレさん、どこに行ってもいつまで経っても周りから浮くようになるわよ。断言できる。え？周りに何かを望むのではなく自分が変わりなさい。何を偉そうに。説教なんて面倒よね。わかるわ。でもここはぐっとこらえて聞いてちょうだい。逃げることも罪ではないけれど、逃げ続けることで自分の成長を止めるのは間違ってると思うの。そんなこと言ったって私が間違ってるっていうの。全て間違ってる人間なんていないわ。でも同じように全てにおいて正しい人間もいないはずよ。スミレさんは思い込みで間違ってしまうだけで、よく周りを見て思い込まないように一旦立ち止まって考えるようになれば、何かに対して一途に取り組むことができる人になれるわ。きっと足りないのはコミュニケーションね。何言ってるのよ。自分で言うのもなんだけど、私あなたの旦那を奪おうとしたのよ。なんでそんな味方みたいなこと言うの。もしかしたら私がスミレさんに手を差し伸べられる最後の人間かもしれないって傲慢なことを思ってしまっただけよ。本当傲慢ね。さ、私と月に何度か地域のボランティアに行くわよ。は？急に何がどうしたのよ。言ったでしょ、コミュニケーションが必要って。スミレさんは固定観念なしで人を見て、他人からどう見られているのかを肌で感じないと。いやいや、ボランティアなんて。どうせまた何かあったら引っ越したいと考えていたんでしょ。それなら引っ越し資金が貯まるまでこのボスママの私についてきなさい。そんな横暴な。横暴で結構。あなたが想像したボスママってこういうのじゃないの。それはこれを断ってしまったら、さすがの私もあなたの人生がこれからどうなると知らないとしか言えないわ。さっき言ったように、あなたの味方になれるのは私が最後かもしれない。お説教でも誰かが声をかけてくれるうちが花よ。ってことで今度の土曜にお宅まで迎えに行くわね。いやいやいや、意味わからない。私はそんなのごめんなんだから。その後、彼女が次の引っ越しまでにどう変わってくれるかわかりませんが、誰にも迷惑をかけるなとは言いません。私だって人に迷惑をかけてしまうことがあると思いますから。でももっと自分の非を認め、相手の立場になって考えることができるようになったらいいなと思います。そういうわけで、私はスミレさんを2週に1度ほど地域のボランティアに無理やり引きずっていっています。毎度嫌そうにしていますし、憎まれ口を叩かれますが、それでもだんだんやりがいを見出せたのか、まんざらでもないように見えてきました。まあ私もそうであったらいいなと思い込んでいるのかもしれませんが、しかしこれで学んでくれたらと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。